ははいいこんにちはちょっと元気なでですすね <laughs> 大丈夫ですか <laughs> まだね、ちょっと担当すぎて、えーとまあ、おそらくこちらにいらっしゃる、今、ここにいらっしゃる方は多分、えーとまあ、あぶん、まあ、39に届かなかった方だと思われます。えー、とですので、まあえー、まだちょっとね、リフレッシュ期間かなという気もしますけども、これからね、元気出していきましょうね。はい 私ねあの講義の時ってあの、まあ、午前中だったらおはようございます午後だったらこんにちはってで反応薄かったらもう一回言うんでね <laughs> あの元気出してやりましょうねはい、えー、と私ですねあの岡本と申しますえっ、ー、と レックでここ何年間かは中上級向け初級というか最初の入門ですよね入門の方は江口先生江口先生という方がやられていまして非常にベテランの方ですねで2年目以降の上級の方というか経験者ですね経験者の方は私の方がこの梅田港は生講義を私の方がやらせていただいているということでございます、え。ー 去年かからですかねそう最初は担当だけやってたんですけどね担当の講座だけを経験者向けの担当の講座だけやってたんですけども去年から、えー、論文も、えーまあ、拝命されまして、えー、担当と論文を両方やってるということですねでちなみに担当と論文の経験者向けを、えー、両方同じ講師がやるっていうのはこれいいか悪いかちょっと別にしてですよいいか悪いか別にして、えー、全国のレックの中で私だけです えー、なのでそこは最大限にシナジーを出していかないといけないかなっていうのが、まあ、私のミッションかなというふうに思っております。はいえー、っとでですね、えーまあ、ちょっとこの話題をしゃべるんですけどもまず、えー、っと私は大きく分けてあ経験者向けっていうのはレックの場合は、えーまあ、知識って書いてるやつと解放って、まあ、あのこれですね知識って書いてるやつと解放って書いてるやつがあって、まあ、私は解放のところに 並んでますよね一番下に、末、ま、席、あまあ、末、ま、席、あ、を汚しているわけですけども、えー、と解保の方で、えー、論文、まあ、これ、知識編も、えー、担当論文両方あって、解保も担当論文両方あるんですけども、私は解保の方の担当と論文を両方やらせていただくと、えー、いうことになっております。ちなみに、一番上の宮口先生ですね、真ん中の解保ね、宮口先生がどっちのやったかな、多分、論文じゃないかな。 で、えっと、その下は馬場先生かな。馬場先生は担当だと思います。確か。東京でね。で、私は梅田で両方というふうなことになっております。はい。えー、まあ、担当と、えー、知識と解放どっちがいいねんっていうふうな話は、まだおいおいね、えー、まあ、させていただくし、今日もちょっと時間が余ったら最後ちょっとしようかなと思いますけども、えー、まずはですね、えー、まあ、 このテーマを見て来られておるいらっしゃるかと思いますんで、えー、このテーマでちょっとお話したいかなというふうに思います。えっ、ー、と「担当リベンジ」って書いてますね。「担当リベンジ」。私このタイトルあんま好きじゃないんですね実はねあの。っていうのはなぜかというと確かにね皆さんここに来られてる方っていうのは冒頭言いましたようにおそらく39点届かなかった方ですよね。ういう意味では担当をしかも受けられたからですよね。今年初めて 来年初めて受ける方じゃないですよねで今年受けたか、まあまあ、復活あるいは久しぶりにその勉強再開したというもしかしたらそういう方もいらっしゃるかもしれませんけども、えー、担当リベンジと、まあ、一遍担当落ちた経験のある方だということですよね、まあ、そういう意味では担当リベンジということは間違いではないんですけどじゃあ来年担当だけでいいんかいという話ですよね。<laughs> ですよね。いや来年担当論こうと単論こうと言って最終合格じゃないんですかねやっぱり。 目指すわ、ね、うん。っていうのを、えー、皆さんには一応思ってほしいなと、えー、担当だ、まあ、もちろんねお忙しくてとてもお忙しくてっていう方いらっしゃっていろいろな人,人それぞれね、まあ、あるいは介護とかね、まあ、仕事以外にもいろいろな、あのー、ご状況があって、えー、なかなか勉強時間が取れないっていうふうな方もいらっしゃるかと思いますけどもただですね時間がないはやめましょう。 何々が忙しいんです言うのをやめましょう。ね、で来年最終合格を目指すというのが原則ですね原則。何、うん、かいろいろやむなき事情があって担当しかどうせもうとりあえず担当したいんだとそれはそれで否定はしません否定はしませんけどそれってよっぽどのことじゃないですかねと。 結構聞いてると、え、なんでそれぐらいの状況で担当だけなんとりあえずっていうふうに思う方が多いんです。私の中ではね。で、なんでそんなことを言うかって言ったら、えー、私の特徴は前段が長いんですけどね。あのー、なんでそんなことを言うかって言ったら、まあ例えば、 弁理して合格って昔は2000、僕の時代は大体2000ぐらいですかね。大体2000から3000って言われてました。まあ、だいぶ2000ですね。2000ぐらいって言われてました。僕の時代、僕の時代ってのは10年ぐらいま1年以上前です。えー、ですね。で、そして、えーと、近年はまあ1500から2000っていうふうにまあ言われてますわね。若干ちょっと減っとるんですね。減っとる。うん、そうかなと思うんですけどね。やっぱ同じように2000ぐらいはいるにしちゃうかなと思うんですけど、まあ1500から2000。 ただ、一発合格者が出てることを考えたら、うまあ上手いことやれば、しかして運も良ければ、運が良ければね、運がいいっていうのは、たまたま得意なところが出たとかね、良ければ1000ぐらいでも通るんちゃうだろうかと、ただ、戦後比超えてないようなレベルだったら、これは運も味方してくれないよね、運が味方したとしても、合格には届かない、届くのは難しいんちゃうかなっていうのがまあ感覚かなというふうに思います。そうするとね えと仮に1,000を満たしてないから1,000をミニマムとしましょう。1,000をミニマムとしたらねえ1か月年って単純,にまあさあの単純に大体やると50週ぐらいあるじゃないですか大体ね約ね50週でしょ。で1,000時間を50週で割ったら週20時間ですよね。週20時間で大体 週20時間ペースで1年間で1000時間ってことになりますよね。たいね。いいですかね。で、そうすると、じゃあ1週間どうするかって言ったら、えー、っと、まあ土日で、仮に5号やったら10時間。平日2時間やったら10時間。で、20時間ですよね。全然難しくないんですよ。 で平日3時間やって15時間土日10時間10時間やったら20時間それで35時間35時間かける5 0周だったら超えますねさっき言った私が1500から2,000っていうのを超え値を突破してきますよね。 え、平日3時間私仕事してるんですけど。私もしてたよ。<laughs> 僕もしてましたよ。してたよ、でも私。3時間は。平均したら。土日10時間、10時間。多分もっとしてたと思う。うん。してた、してましたよ。でね。あの、まずね、考え方なんですよ。精神論からみな皆さんに入りたいんですけど。 あの弁理士受験弁理士試験ってまあ一応ぶっちぎって司法試験っていうのがあるけども一応ビッグ3ですよ公認会計士と弁理士まあ司法書士と弁理士っていうのはちょっと設っているところはあるけども一応ビッグ3って言われてるのは司法書士じゃなくて弁理士士ですよ司法書士じゃなくて弁理士ですよ。 弁護士司法試験公認会計士それから弁理士で理科系の方が多分多いと思うんですけど理科系の方が目指すもので最高峰って言ったら当然弁理士ですよ国家資格の中でね皆さんそれ目指そうとしてるんですそんな簡単に取れたら意味ないでしょ <laughs> うん 知恵と吐くまで勉強していや本当に入っしなければ合格できないからこそビッグ3なんじゃないですかね。ね何でもそうだと思うんです何かするときにてっぺんがどれぐらいあるのかと勾配がどれぐらいあるのかと自分登れるんかなと。 登る前にもうちょっと体力つけとからまずいかなということですわ。で僕の知り合いでね、あの何度も,、ね、僕,にもう僕の知り合いっていう僕の昔、元部下だった人なんですけど、が何度も僕,に僕は、まあえー、でも関係がなくなったっとに、えー、と米日試験を受けたい。僕何回もつっかえしたんですよ。聞いてたらどうも甘いから。やめとけって言って。で、3回目来たんですよ、3回目。3回目来た時に、 そこまで来るかと思ってほんま本気でやるんやったら応援するよと全力でサポートするよって言ったんですよ。だったらその1年最初の1年間入門は、えー、と僕は神戸で当時入門やってたんですけど当時入門やってたんでねでその時に神戸まで行きますって言うけどいや別にや神戸まで行こんでいいよ自分の自分大阪に住んでたんで梅田でいいやん江口先生でいいと思うよと。 別に僕と江口先生そんなむしろ江口先生の子と言ういいと思うんで江口先生受けなさいと受けたらいいやんかねで受け出したその子どうしたかって言ったら1年目え結構頑張り張りましたでも落ちました落ちましたで2年目え受けましたでも全然伸び,伸びずですでえっとそれで受験やめましたじゃあ聞くとねその1年間の間に 1>, 1年間の間にですね一年間いやまあ2年勉強したわけですよその2年勉強した間に家を建て子供が生まれ何やってんのって <laughs> いうことですわさっき言ったね山登るためにまだ体力つけなあかんかったら体力つけてから勉強し始めなさいよってことですよね地面試験勉強しようと思ったら少なくとも1年か2年は 集中しないといけないいいとけ自分が今これから今から1年間2年間集中できる環境にあるかどうかできないならやめろっていうことですよね。まその準備が整ってから始めたらいいやんか。で僕その子に言いましたそういうふうに。甘いって俺あんだけ言ったやろ何回も突っ返してって。 なんで突っぱねたかっていうと突っぱねたか突っかえしたかっていうと自分自身がもう分か身にしみて分かってるからなんです私2年勉強したんです丸2年、えー、丸2年勉強した丸2年って本当に丸2年なんですっていうのは、えー、1年合格なんていうのあるいはあれうですからね4月から始めて工口図試験やから1年半勉強ですからね僕は秋から勉強して本当に翌年の翌年だから丸2年勉強したんです丸2年勉強したんですね で丸に年、ね、勉強した中でその中で何回降下したか降下したかもうレックに最初の入門だけ入門パックだけで50万以上払っとくと50万あったら何できます海外旅行できますよね しかも豪遊う払っているとで2年目も払ってやっているとここで被害を食いとどめるべきか行くべきか続けるべきか何度も悩みましたえらいもんに首突っ込んでもうたと何度も悩みました それが分かってるからやめとけって言うんですね中途半端な気持ちだったらでなんで僕はそこでやめなかったかって言ったら諦め僕はまああのえっ、ー、となんだ38の時に合格なので36ぐらいの時に勉強し始めたんですねでもっと早く勉強した方がよかったと思いますね頭がもうだいぶ硬くなってきてるんでね で多分今38以上の方もいらっしゃるような気もしますけどしんどいでしょ僕ももっとしんどかった僕もしんどかったぐらいですからでただねあの若い時にあ,のあるいは自分がその年になった時に部下に苦しい苦しい愛情でですよパワハラちゃいますかねパワハラじゃなくて愛情でその人に試練を与えると成長してほしいから試練を与えた時にすぐに特に今の子今時の子はすぐに り投げげたたくなる逃げ逃げ出したくななるる逃出しそんな若い時からいっぺんやろうと思ったことを逃げ出していると自分の人生のためによくないよといっぺん自分が選んだ道はやろうと思ったことはそれは初心貫徹でしょと諦めたらそこで終わりやと先ほどまで諦めたら試合終了やとね甲子園野球とかでも最後のえ8点ぐらい差を最後 えー、球回裏に逆転とかってたまに起きるじゃないですかたまにやけど <laughs> ね諦めてないからですよねで僕はその気持ちをやっぱり大切にして自分も部下に言ってるのに示しがつかないんでね気持ち的になので諦めずになんとか食いしばってやってまあ運よく2年で終われたということなんですねでまあそれが精神論ねでその次にやっぱ同じようなことなんですけど心構えなんですけどあの さっっき言った2時間あるいは時時間時間がない私毎年言うんですけどありえないですよ時間がないなんてたった3時間たった2時間ありえないですよ大体ね言ってる方っていうのは今人それぞれ誰にも私には25私は当時受験勉強時代に1日26時間持ってたわけじゃないです 24時間しか持ってません当たり前ですよね皆さんそうですそこは平等ですよね24時間あって試験勉強し始める前にもう24時間あったしし始めてからも24時間あるわけですでし,始めるし始める前の24時間を全くいらわずにして2時間は作れないですよね当たり前ですわねただ26時間になってしまいますあるいは27時間になってしまいますからね 始める前の24時間を22時間でおさやりきるように効率化ないし取捨選択するあるいは21時間でやれるように効率化ないし取捨選択するなんでそんなことできないの何パーセント削減よくありますよね費用削減とかで経理から会社勤めの方だったら分かるの経理からちょっとしんどいから一律。 一律10%削減しろとか言ってて通達が来たりしますよね。24時間の10%って言ったら2.4時間でしょ。1日10%の2時で10%削減したらもう2時間以上削減ですよ。みんなやるんでしょそれ。だから2時間1日2時間3時間、うん、時間が作れませんっていうのは僕根本的におかしいと思いますよ。 おかしいと思います、うん、だかややってくださいっていうのはあの合格したいならやってくださいっていうことですね。っていうことになるわけですわ。ね。一日1時間も勉強しないような方が方に対してね合格させれるような。 魔法的な抗議ができるはは世の中には存在しません残念ながら。っていうことですね。で先ほど取捨選択効率化っていうのは効率化だけで収まるのはいいんだけど私,は私,は私自身もやっぱり効率化だけでは圧縮するのは難しかったです。なので取捨選択しました。っていうことはどっかで犠牲を払ったっていうことですね。 どんな犠牲払ったかその2年間ちょうど38ぐらいの時でしょ36か38でしょ晩婚が多いですから友人とかでもその間に何組かは結婚してるんですね結婚招待状来ましたよ披露宴のね行ってません友達なくしてんのかなそう <laughs> 分かんないですけどもまあ今でも続いてますけどねあの行ってません申し訳ないって言って行ってません特に遠方だったんでね 僕大学が東京だったのであの東京にまで行かないといけないことが多かったんでねあるいは関西の友人でも東京に勤めてる方とかねいたりするとねで飲み会職場とかの一度も行ってません2年間2年間一度も行ってません妻とのまあうちと子供はいないんであの妻が えと当時えっ、ー、と一人いたんですよ。笑うとこですよ、こ <laughs> こ人いたんですね、一人。今も一人です。同じ人です。はい。えっ、ー、と、妻がいたんですけどあの、妻への家族サービス、一切してません。ただ、土日に図書館に行ってたんです。で、妻も、えー、子供がいないから、妻も連れて行って、妻は、 婦人雑誌とか料理本とかあるいはあの図書館って映画,映画とかをその場で視聴したりできるでしょうそういうので時間潰してで僕は勉強しているとほんで行き帰りの図書館の行き帰りを会話しているというふうな感じだったんですねでそういうふうな感じでとかも犠牲にできるものは犠牲にしまくりました仕事も犠牲にしました僕は結構完璧主義者というか自分の中でですよ これぐらいで上は反抗するやろうなって思ってもなんていうんですか岡本この程度かまあええけどなって思われるの悔しいんでさすがやなって思われるようなものを出すような性格なんですねだけどその2年間はもうこれもらえるやろうと思うやつで流してました上にはね上には手抜いてました下は手抜いて,は抜いてませんなぜかって言ったらかわそれ犠牲になるから上はね下はね 下はちゃんと僕がいなくなった後でも一人で勝負できるようにということで人材育成は力を入れてましたけど上に対しては手を抜いてました。それぐらいするもんなんですよ本当はで飲み会一日例えば今日飲みに行こうやって言って年に1回だけ行ったとしましょうよ。 じゃあ飲み会行ったらその日まあおそらく勉強できないですよね。じゃあ1日3時間ペースでやってるとしたらねさっき言った3時間の円10時間10時間だったら1,500時間コースですね。1,500時間コースで1日飲み会行ったら五百がまあ仮に1,500が1,497時間になるわけですよね。誤差。でもねと。飲み会行こうかって,てそこに断れない心の弱さが1年間響くんですよ。 1> 1年間で長年もう10年ぐらいやってるんで分かるんですけど講義って3時間間ああるんですすよね間に10分休憩ありますその10分間あもう講義の中にね携帯とかいらっしゃったりなんかこうやってずっときなんもメモも取らずにずっとこうやってるような人とかはもうこ問題外ね問題外講義中はきっちり聞いてるけど問題は休憩時間ですよ。 休憩時間に疲れてるのはわかるよ寝てる人とその間に前半やったところをこうもう一回見返してる人あるいはえ法文集を見てる人と寝たり携帯電話したりしてる人それだけの差かなと思いませんか容易に相当つきますよねその モチベーションの強い,とか精神気持ち強い気持ちが1年間どんだけの差になってくるかですよねでそういう心構えでやっていただきたいっていうことなんですね。通通るべき人は通って落ちていく人が落ちていきます見てたらね。 ということですねでちょっとレジュメの方を開いていただいてまあ当たり前のことを書いているんですけども当たり前のことを書いてるいいんでこれ,読めよこれ読むだけじゃ何の,あのせっかくの来ていただいてねこれ読むだけじゃ何のあれもないんでまずねあの学習範囲って1で、えっと、900周範囲これ膨大な量ですね今更です膨大な量ですわね,ね特許法実用新法衣装法、まあ、上4法下3法反復したそれだけじゃないですね 判例、それから、えー、審査基準、まあ、審査基準に出るとちょっと問題があるとは思いますけどね、えー、審査基準も、まあ、一応、法率の理解という意味ではやらないといけないですね。審査基準そのものが出たらちょっとね、便利性違反ですけど、えー、ということですよね。で、あのまあ、もちろん学説っていうこともですね、でその辺のところ、全部、この丸暗記なんかできませんよ、はっきり言って。無理です、そんなもん。よっぽどの神がかり的な人ですわ。で 問題は私はずっと言い続けてるんですけど暗記から理解暗記じゃないと法律の勉強っていうのは暗記じゃないです理解ですこれ断言します理解です理解です理解ですもうこれ最初から10年以上前から10年以上前じゃ10年前から言ってます講師になってから言ってます理解ですいいですか理解です なぜ理解かっていうとね、覚えなくてもいいんです、ま丸覚える。丸覚えしなくていいんです。なぜか、条文っていうのは意味があるからそこに存在するんです。どんな条であっても、どんな項であっても、どんな号であってもです。意味のないものは存在しません。意味があるから存在するわけです。その意味を考えればいいんですよ。やみくもに覚えてもダメですね。やみくもに覚えてもダメ。 で私はそこに軸を置きます。条文この条文はどういう意味そしてこの条文はこの条文と絡めたらスッと入ってくるでしょというふうなことですわ。ねそういうふうなことをやる。でよくあの原稿法だけであ原稿法っていうのは法改正がずっとやられてますんでね。 皆さんだったら来年の4月1日付の法律に縛られるわけですよね試験は。だけどじゃあ現行法だけでいいのかってそんなことないですよ現行法の前の話前の歴史があるからそこに意味が発生するっていうのもあるわけですね。そういう意味では歴史も話します。あ歴史も話しますっていうよりもこの条文の意義を説明するための手段として歴史も話すことがあるっていうことですね。歴史も話すすここととがあるっていうことです でそういうふうにしながらできるだけ条文っていうのは理解していくでどうしても覚え理屈抜きに覚えないといけないところはそれはありますだそれは大,々に,し大々にしてうかほぼほぼ条約です条約の要請です条約っていうのは国内法だけだったらこれはいいんですよ、ね、だけど条約っていうのはこれは国と国との約束なので どの国にとってもベストじゃない妥協点っていう話になってるので理屈じゃ説明つかないですねだけど国内法の場合にはねこれは私ほらよく言うんだけど富士山を静岡側から見るのか山梨側から見るのかねそれによって富士山の見える美しさは変わるかもしれないけどでも最終議論した結果 法律は静岡側から見る富士山を採用したっていうふうにばシしり決まるわけですよ。だけど条約っていうのは違うある国は富士静岡側からやある国は山梨側からやって言ってるのにあるどっかが東京からってえ見えへんしほとんどみたいな感じになるわけですよね。だから条約の要請から来てるものっていうのはしんどいです。ちのの条条約約そのものもそそもももうででですすただ条約それでも理由はあるんですよ だからできるだけ理由を言っていくということですね。で、テキストの中に入っているものについては、忘れてもよい情報っていうのと、頭の中に置い,かおい、えー、置いておけば十分なもの。それから理屈抜き。まあ、理屈抜きはもう最後にやっつけゃいいんだ。いいんですねで。問題は理解さえしてしまえば、そのうち事前に覚えてしまう情報ですね。こんだけ、これに分かれるんです。大きく分けるとね。で、えー、マル二とか、あ、ごめんなさい。今2の ポッあの縦にのあの丸い丸2の1丸2丸3四のこと言ってるんですけどもあの2とか4の説明のために1が存在するだけの話ね1は踏み台ですで、えーまあ、3は最後にまとめるということだねだ復習ポイントは2と4なんですよ復習ポイントは2と4っていうことになりますでですね ちょっとと歴歴史史をもう一回るのです昔はね丸暗記もっと言えばですね過去問だけで担当突破できたんですよそういう時代だったんです同じような問題がやきまだけど今毎年毎年違うでしょうここ5年ぐらい平成25年からやからもう5年か5年ですね違いますでしょう もう過去問で突破できる時代はもう5年も昔に終わってるのにいまだに過去問やってる人過去問やってるっていうのは過去問に頼ってる人ね過去問はやらないとダメですよやらないとダメですけどもいやいや頼ってる人がいるそして最後にどうしても焦ってもう直前例えばゴールデンウィークが過ぎたあたりあるいはもうちょっと前ぐらいからかなもう担当試験が見えてきたら焦って覚えようとしてしまう人。 そら、そこは、それはね、覚えようとしまう、してしまうことが悪いんじゃなくて、覚えようと、焦り始めて覚える、覚える走ったそのあたり、ゴーデンウィークとかちょっと4月あたり、そのあたり。そこまでの勉強の仕方がまずいんですよ。まずいっていうことですわ。なぜかというとね、まず、理解して、 条文,を読む条文を理解しながら読んでいくと自然に記憶として定着します自然に自然にね皆さん、えー、新しい環境に入って周りに知らない人だらけでそれが100人200人いても100人200人ぐらいだったら名前と顔といつの,あの,いつの間にか一致するでしょうでもそれって丸覚えしてますか 違いますよね何かのきっかけで覚えてません覚えたら記憶に入ってませんあこの人とこの間一緒に飲みに行ったっことがあったらそれでパッと覚えて頭に覚えるっていうのは記憶に定着するってことでね一緒なんですよ。理解しながら読んでいくことによって定着するんです。 それを覚えよう、まあ、調節に読むのはもってるのがで、覚えようとして読んでも、さっき言ったように膨大な量ですから無理なんですね。で、なんでそれが大事かって言ったら、今って読めないでしょ担当試験のが、なんか、なんかって、僕、僕ずっと、なんかと思ってないですよ。一応、なんかって書きましたけどね。なんかと思ってないでしょ。傾向は変わっただけです。出題のね。別に、なんかしてないです。今年の担当試験なんか、去年よりは簡単やったし、えー、全然解ける問題でしたよ。だけど、 何が違うかって言ったら今までにない問題が多いってことですで、その時に記憶に頼ってたり、えー、丸暗記に頼ってたり記憶、えー、なんだ過去問に頼ってたりする人っていうのはポーンって出てきた新しいことについてそこで終わってしまうんですねだけど日常日頃条文はなんでこの条文はあるんだっていうことを考えている人っていうのはその新しいポーンって 出た問題、あるいは記憶がポーンって飛んでしまった時に、出資で解けるんですよ。理屈で。条文どうやったか全然覚えてない。ちょっと頭から飛んだけど、でも理屈から考えたら、これとこうとこうだ、これはここ、これが×に違いない。これは丸に違いない。解けるんですよ。それがま、暗記に頼っている人ってのはもうそこで終わるんですね。で、近年の問題だったら、細かいところき、細かいところ聞いてるんで、 今年の問題なんて近年の問題で条文を見ながら時間無制限だったらみんな満点取るような問題ですよ。まあ、満点は大げさかもしれんけど55ぐらいは軽くいけると問題ですよ。ね時間無制限で条文を見ながらだったら。っていうことなんですね。だから理解が大事なんですよ。それはたまそれはそういう勉強をすると担当は突破できてかつ論文 まさしくそうじゃないですか、論文って。事例問題で題は何か。で、それに対して結論は何か。仮に判例が問われて、その判例を自分は知らなかったとしても、論理プロセスで解けるわけですよ。判例の判決と違っててもいいんです論理プロセスがあってれば。ね。だって、裁判所かって、地裁は、地裁も裁判官プロ。高裁も裁判官プロ。地裁と高裁で、判断違うことあります。だから、 判例が出たとしても判例の結論と違う回答を書いたとしても合格するんですよ。論理プロセスが合っていればで。その論理プロセスをするってまさしく日頃の理解なんですよ。条文の趣旨を分かってないと論理プロセスが作れないのね。条文を知ってても使えないっていうことですわ。 効率は皆さん経験したことがないから分かないとない,ないでしょうからですけど効率もそうですよ条文の昔はねその70%とかっていうちょっと異常な時代の時は条文を暗証してくださいとかっていうねもう落とすための,もあの出題とかありましたけどいや暗証無理やしって思うんですけどでも今は違いますよ正常な試験に戻ってますからあのこれはどういうふうに措置しますかで論文で聞かれること。 るんですよで趣旨は何ですかって聞かれるわけね。でその時に記憶にたどってる人っていうのは棒読みですわ。で棒読みで飛んでしまったらもう止まるんですそこで。で止まったらものすごい緊張感がありますからね工事試験とていうのはもうそこで止まった瞬間にどん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 頭が真っ白になっていってはい終わりということになるわけですね。 だけど、学習してる人というのは、スーッと出てくるんですよ。スーッと。だって僕、例えば今ここで、ほとんど何も見ずに喋ってます。台本あって台本見ながら喋ってたら、こんな喋り方にならないでしょそれと一緒。っていうことですわ。いいですかよろしいですかね。っていうことなんですね。 で、もう一つは、理解。これも理解、理解するためには、一個一個の条文だけを見るんじゃ、見てもダメなんですね。点で見てもダメなんですよ。面で見ないと。で、面で見るっていうのはどういうことかって言ったら、この条文の、僕は縦のつながり、横のつながり、縦のつながりっていうのは同じ方域内でのつながりですわ。例えば、65条と48条の6はつながってます。 48条の6って何ですか言える人。言えない言えるよ、はい。優先審査ですね。65条は言えるでしょ、はい、言ってください,てて、はい。保証金請求権と優先審査はつながってます。 つなが,がってるんですよ。これつながってるっていうことはこれ縦のつながりなんですね。だから仮にですよ実施の優先審査を受けるためには実施の準備で足りるっていう問題が出てきたらもう実施の準備をしてるんだから優先して審査してくださいまもなく実施するんだからって言って優先審査してください。 っていうことですわねそれが「丸か×か」って聞かれたら条文を丸を覚えしてる人は一瞬「えちょっと待って今までそんなことそういうところ意識してなかったけどえ恐れ書いてあったかな書いてなかったかなってなりますわね。わかります恐れないですよ当たり前です。 65五とつながってるから。保証金請求権って実施の恐れで足りますか絶対足りないですよね。間違いなく足りないですよね。悩むまでもなく。保証金請求権はいつ発生します公開プラス警告でしょ原則。相手が悪意でなければ。でもいつから行使できますか特許権になってからでしょ その特許権になって早く保証金請求権を行使するために優先審査があるわけですよ。っていうことは、保証金請求権は実施してないとダメでしょ相手が。実施の恐れじゃダメでしょ差し止め請求権じゃないんだから。ねっていうことは、優先審査恐れなんかあるわけがない。これが縦のつながりね。で、横のつながりっていうのもあるわけですよ。 横のつながりね横のつながりうん横のつながりっていうのは法域間のつながりですわ法域間のつながりね法域間のつながりで条約と国内法のつながりあるいは国内法同士のつながりねパリ条約の6条の3ってたら特許法のあごめんなさい商標法の1から 5条までが登録禁止版でもパリ条約は使用禁止がありますねそれはどこにうってるんですかね不正競争防止法という話になるわけですよね。そうすると逆に条約不正競争と商用法もつながるってことになりますよね。 そういうふうにしてつなげていくんですね。あるいは法律が何が違う、ここ違いますねと。じゃあなんで違うんですかっていうことですよ。なんで違うんですか。特許法はこういう作りになってんのに、消費法はなんでこういう作りになってるんですかと。そこにもちゃんと理由があるわけですよね。理由があることが大事なんですよ。で、 便利試験っていうのは少なくとも担当も担当はまあ基礎知識ですけど論文口実は少なくともそういうふうなことが語れる人を便利士にしたいと思って試験を出してるんですよ。なぜか。なぜだと思います。例えばね、法律の世界なんですよ。一般人全く知らない人。例えば僕だったら うんまあ、まあ法務系はやってるからビジネス法会社法とか商,標 <laughs> 商法あたりは、まあ、まあそこまでど素人ではないし民法民訴当たり前のようにわかるけども何だろうな例えばなんとか法っていうのがあったとしてねまあ道路交通法はあまり、まあ、詳しくない、まあ、詳しくなった方がいいんだけどの、ね、警察に文く言われた時あの。 まあ道路交通と詳しくないと仮にねまあ刑法とかもあんまり詳しくないです僕詳しくないとか分からないですよじゃあね一般の感覚から言ったら例えばちょっと前数年前なんか京都かなんかでなん祇園あの,あの,のあたりでなんか暴走してありましたよねあれ危険運転実証適用されなかったですね確かでも一般の感覚から言ったらて危険運転実証 じゃないのでもそこには法律の壁があるわけですよ。ねじゃあ遺族がね刑事告訴したいと。あれ別に新告罪じゃないから警察動くんだけどあれ刑事告訴って何かって言ったら親族側がこの人を罪に新告罪じゃないからできるんですよ。できるんだけど刑事告訴っていう制度は何であるかって言ったら。 被害者としてこの人を罰してほしいという気持ちを表すための制度なんですね。で刑事告訴したいと、申告罪、あのえええっと、危険運転致死用で。で弁護士はできないって、仮に。まあ、言うできない。なんでって言ったときにいや、法律でこうで要件が合わないんですって。遺族納得しますかね、それで。 お気持ちはわかるんですけども今現在この法律はこういうふうになっているのはこうこうこうなんですと。ねだけどもこれをきっかけにもしかしたらこういうふうになっていったら法律のもう少しこの考え方ではなくてもう少しこういう考え方で改正っていうことはあるかもしれないけども現状はこういう理由でこういう要件だから こうなんですって言ってくれないと納得できないでしょ。法律家っていうのはそうあるべきなんですよね。弁理士家ってそうです。中小企業のおっちゃんがね発明しましたって持ってきましたね。もう販売してるんです。ね一年えっ、ー、と今現行どっちだったかな。今あれ六ヶ月が多分一年に変わると思うんやけど変わったんやったかな。 えっと、新規性喪失の例外適用も使えないとなったときに「なんでなんですか?」って「私が発明してるの間違いないんでラボ,ラボノートも持ってるんです」「おぼかたと違うんです」ねおぼかたは改ざんもしてませんねっって言ってでしかも私が発明したものがバカ売れしとるんです権利取れて当たり前でしょう まま叩いたまずい、ま、ずいいたずずっていうことですね思うじゃないですかでもできないでしょその時に法律上できないって言って言ってその弁理士信頼されますかねその中小企業の熱い思いに熱い思いを持ってるおっちゃんに30条の趣旨を説明しないとだめでしょ絶対ねえ お気持ちはわかるけども、あなたが販売したと同時に、そのあなたの製品に対化されている、対具現化さ、あなたの製品として具現化されている発明というのは、技術標準に組み込まれてますと。それを見た瞬間に、そこ、それをベースにして技術の類似的進歩が起きてますと。技術の類似的進歩が起きて、そこに対して、えー、実施しようとしている人っていうのが、いきなり途中からポーンって権利が来たら、その人の経済活動に支障が来ますと。その利益考慮で、 6ヶ月、まあ1年。っていうふうな危険をグレースピロードを設けてやってるんです。それが法律なんです。まで説明しないとダメでしょう。もっと平易に。今皆さんには法律的な喋り方をしましたけどね。っていうことなんですよ。そういうふうな理解をするせつ学習をしてほしい。私はここでそういう喋り方をします。っていうことなんですね。で、最後に、 担当のベース、目標ベース。科目別基準点気にしないでください。まあ今年はね、ちょっとね、商標があれ、ちょっと皆さんの,あの受験生の勉強の仕方が悪いや、悪くて、まあそれはイコール私にか私たち講師に帰ってくる話で、あのー、教え方が悪いって話にな,なるんだと思うんですけど、あの商標で39点超えて足切りの人が結構いますけど、あのー、通常は普通足切りないです。足切りにかかるような人はまず通れませんから、39点届きませんから。 それは気にしなくていいですでじゃあ39って言ったってね4法と下3法との割合が下3法にで両家取ってて39の人と4法で、えー、両家取ってて39の人だったら論文と効率の動かく可能性って全然違うのはもう論を要しないですよね。ね。っていうことは。 4法の40点で最低8割、望ましくは9割書いてるけど、レジメにも。ということは32、36を取れる学習をしてほしいんですね。私はそういうウェイトでここで喋ります。で、そうすると4法で32あるいは36あたりを取ると4法に対しての知識はパンパン、理解もパンパンですわ。 そのパンパンの状態で論文を受けてください。通ります。あとは答案構成のテクニックとか、その辺はやらないといけないけども、知識としてはカバーできます。で、効率も当然突破できます。っていうことですね。よろしいですかそういうふうな勉強をしてほしいんですね。もうずっと繰り返して言っててます。 てか、今最初、最後にって言ったけど、もう一回最後、もう一回,回最後に言いたいんですけど、勉強は、日々の勉強は一元化してください。一元化してください。これもう口酸っぱく言ってます。大げさに、に極論を言えば、 毎週1週間講義があるわけですまあちょっともし皆さんお受けなればですよ。あの1週間講義がある。1週間に回講義があるわけですね。私が例えば今日は50ページから70ページまで20ページ喋りましたと。そうやったら次の1週間までの間にその20ページを完璧に理解しろなんていうことは言いません。そんなことあるいは完璧に理解して記憶と定着しなさいとは言いません。 少なくとも、この20ページを、例えば4法対象に一元化する。もう次の1週間経ったら、極論ですよ。極論で言ったら、この50ページから70ページは二度と見ない。二度と見なくていい。いいという状態です。ね。 理解したところは一元化。で、分からないポイントを整理して次の次、次の週に私に質問していきたい、講義語ですよ、講義語にね、質問していく。私エンドレスで対応しますから、講義語に分からんところを説明して、潰していく。っていうことですね。で、一元化ですね。で、最う私のおすすめは4歩対象1本です。四歩対象一本。また、担当試験は私、4歩対象1本しか持っていきませんでしたから、最後、試験会場に。 というかその前からもうずっと4法対象でしか勉強しませんから。1本です。命の次に大事だった4法対象。これなくしたらもう私もう首つって死のうかなと思ってたぐらいの大事なものでした。で、論文の時には4法対象だけじゃまかないきれないので、事例問題の時に措置問題だったら、中間処理だったらこういうことやらないといけないとか、あるいはお決まり文句とかってありますよね。そういうふうなものを ワードで大体10ページから20ページぐらいにまとめたものを作ってましたで論文の時には4法対象とそのレジュメを持っていったということですね担当の時はこれだけ持っていったということですわだから一元化してください一元化一元化どんな一元化でもいいです自分に合った一元化をやってくださいですね 試験会場に最後持っていくのはこれだ。あるいは試験会場のもう試験前数2、3ヶ月はもうこれ、これだけ。あとはなくなってもいい。っていう状態ですね。をしていただければいいのかなと。まあ、口酸っぱく言いますけどね。講義の中でもね。そういう学習を私も僕もやりたいと。それが、とんまそうやと思う。っていう方は、ぜひ、 1> 1月からかな一緒にやりましょう、ね、頑張る人はもうとことん私とことん行きますんであのながひどい時にはひどい時っていうか長い時には日にえ講義終わって1時間から2時間ぐらい最後の質問者が終わるまでかかる時あるんですよ <laughs> まあもちろん最後の人は順番は決めといてその間も勉強しといてもらうんですけどね っていう感じでやりましょう。ということですね。はいではちょっと、えー、そろそろ時間なのでこれで終わりたいと思います、えー。お疲れ様でした。ありがとうございます。